本日はお忙しい中お集まりいただきまして大変恐縮でございます。それではこれよりですね、まあ、若干時間は早いですけれども、本日リリースいたしました、当社代表取締役の異動につきましてと、合わせまして、決算についての説明の方を、始めさせていただきたいと思います。冒頭、当社の代表取締役の宮山より、ご報告をさせていただきまして、続きまして、宮尾の方より、決算の説明をさせていただきたいと思います。ご質問につきましてはですね、それが済みました後お受けしたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。では宮尾社長お願いいたします。はい、この度、当社が施工した物件におきまして、多数の不備が判明しましたことを皆様方には深くお詫び申し上げます。とともにですね、今回の決算がこのことを受けて大幅な赤字になりましたことを株主様におかれまして大変ご迷惑をかけました。深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんがこれより着席にて対応させていただきます。よろしくお願いします。私どもは昨年の公表以来前頭調査補修を進めてまいりました。今回の海域施工不備問題を受け私の責務として調査及び補修工事を最優先事項として取り組んでまいりましたが結果的に大幅な赤字決算を招いたこと、またこの間大幅な株価下落により大きく企業価値を損なったことに加え前頭調査を行う中で先日ご報告いたしました通り私が社長に就任した以降にも個別の施工不備が相当数判明した点を重く受け止め毀損した信用及び業績の早期回復を目的として経営体制の刷新を図るためにも私はこの度代表取締役を退任することといたしました。後任につきましてはリリースにもございます通り本日同席しております取締役常務執行役員の宮尾文也となります。続きまして宮尾より決算についての説明をさせていただきます。はい、それでは、2019年3月期の決算について、ご報告申し上げます。お手元に決算短信ございますので、こちらをご覧いただければ幸いです。まず、1番目、2019年3月期の連結の業績でございますが、
経営成績といたしましては、売上高が5000とび52億円、前年に対しましてマイナス 4.8% となっています。営業利益につきましては73億円で、前年に比較しマイナス 67.8%、 経常利益が70億6300万で、前年に対してマイナス 68.4% という結果でございます。またこの下にですね、特別損失を都合721億円、並びに法人税等の計上によりまして、最終の親会社株主に帰属する当期純利益はマイナス686億6200万という多額の欠損を計上するに至りました。続きまして連結の財務状態でございますが、期末の総資産が2917億円、前年に対しましてマイナス450億円という数字でございます。純資産に関しましては813億円で、前期末に比べますとマイナス780億円という結果でございます。期末時点の自己資本比率は記載のとおり 27.7% という状況でございます。3番目の連結キャッシュフローの状況でございますが、営業活動によるキャッシュフローにつきましては、経常利益の数字の前年の減少も合わせましてですね、マイナス72億円という数字となっております。投資活動によるキャッシュフローにつきましてはプラスの73億円、財務活動によるキャッシュフローにつきましてはマイナス151億円という結果でございまして、期末の現金および現金同等物の期末残高につきましては830億と、前年に比べまして150億円のマイナス減少となっております。2番目、配当の状況でございますが、今期の予想の配当につきましては誠に遺憾ながら中間配当並びに期末配当につきましては見送りとさせていただく予想とさせていただいております。3番目の今期新年度2020年3月期の連結の業績予想でございますが、上期につきましては第2四半期累計でございますが売上高2411億、前年に比べますとマイナス 5.6%、 営業利益に関しましてはマイナスに転じております。マイナス48億円、経常利益がマイナス52億円、最終の親会社株主に帰属する当期純利益がマイナス58億円という予想を立てております。通期に関しましては売上高は前年にマイナス 0.6 ポイントでございますが5000とび22億円、営業利益は22億円、前年に対してマイナス 70% の減少、経常利益につきましても同様に13億円の予想ということで前年に対してマイナス 81% でございます。最終の親会社株主に帰属する当期純利益につきましては税金等を計算した後1億円というものを予想として立てておるものでございます。次ページ、個別の単体の業績の概要でございますが、当社の場合ほぼ単体と連結の業績が内容が一致してございますので、今回は説明割愛させていただきます。続きまして、恐れ入りますがページ数でいきますと2ページ目でございます。訂正情報として、ご説明申し上げたいと思います。まず1番、経営成績等の概況ということで、最初に括弧1、当期の経営成績の概況というのがございます。冒頭に説明に先立ちまして記載のとおりでございますが、この2019年3月期におきましては当社が施工した物件におきまして施工の不備の問題が判明し、これによりまして多くの関係者の皆様方に多大なご迷惑をおかけした次第でございます。改めてお詫び申し上げたいと思います。またこの補修工事に関しましてはこれに起因して決算等にも影響してございますが、この問題はですね早期に解決し、そのために会社役職員全員が一丸となって取り組んでまいりたいと思っております。決算の内容としてでございますけれども、この施工不備の発生によりまして事業収益が悪化しました。結果売上高は冒頭申し上げましたとおり5052億円と前年に比べますと 4.8% の減少となり、
営業利益が73億、経常利益も70億となった次第でございます。セグメントが下に表がございますが、ご案内のとおり当社はいわゆるサブリース事業を行っている会社でございますが、主力事業は賃貸事業でございます。この当期と書いております2019年3月期の総売上高はこのセグメント別業績の一番下の合計でございますとおり5052億でございますが、この5052億のうち賃貸事業一番上でございますが、こちらが4263億円ということで全体のシェアとしては 84% を占めております。でそれに続くセグメントとしましては開発事業、いわゆるアパートの建築請負い、その他不動産事業というところでございますが、こちらにつきましては589億円ということでシェアとしては 11% という状況でございます。ご覧のとおり賃貸事業につきましては前年に対して売上高でマイナス91億、開発事業でマイナス170億ということで全体で前年に対して256億円のマイナスとなった次第でございます。一方営業利益でございますが、当社の場合、先ほど売上の方では8割以上が賃貸事業と申しましたが、同様に営業利益に関して申し上げますと、全社の営業利益の 全体をですね、計上しておりますのがこの賃貸事業でございます。2019年3月期におきましては先ほどご案内しましたとおり73億円の営業利益でございますが、このうち賃貸事業がセグメントとして計上しておりますのが149億円でございます。以下開発事業がマイナス9億、シルバー事業、ホテルリゾートがそれぞれ8億、13億、調整額で44億のマイナスという内容となっております。前年との比較で申し上げますと、ご覧のとおり賃貸事業がマイナス110億、開発事業がマイナス46億と、全体で155億のマイナスとなった次第でございます。セグメントの状況としてご案内申し上げますけれども、賃貸事業、4000億以上の売上でございますが、当然ながら賃貸事業の最大の売上といいますのは入居者の皆様方から頂戴する賃料収入でございます。この賃料収入のバロメーター、いわゆるとしましては、いわゆる入居率というものでございますが、次ページ、3ページ目のですね、上段の丸1賃貸事業の2段落目に記載がありますとおり、施工不備の調査、あるいは補修の完了するまで、当社は該当するシリーズに関しまして入居者の募集を停止をしておる関係がございましたので、入居率に関しましては期末時点で 84.3% と前年に対して 9.3% もポイントも下がる結果となりました。またこれに伴いまして期中の平均入居率に関しましても 88.3% と前年に対して 2.2 ポイントのマイナスという数字になりました。これに伴いましてですね、売上高が前年に対して2ポイント減少の4263億、営業利益も前年に対して 42% の減少の149億円となった次第でございます。続く開発セグメント、前期でいきますと売上の構成比率としては 11% でございますが、特にここの主たる事業でございますアパート等の建築請負の事業でございますが、こちらにつきましては従前からの大都市圏での受注エリアの厳正化ということを行っておりましたが、一方で大都市圏での競争の激化、あるいは前期からスタートしておりますけれども、アパートローンの審査の厳格化等々を踏まえてですね、受注が低迷しました。また当社が施工不備ということを公表したこともございまして、受注額というのが低調しまして、前期の総受注高につきましては644億と前年に比べまして 15% の減少にとどまった次第でございます。これに伴い売上高につきましても前年に比べまして 23% 減少の589億円にとどまり、
営業利益に関しましては営業損失9億円に転じた次第でございます。では続きまして当社の財政状態についてのご説明に入りたいと思います。表の通りですね、当社の総資産につきましては期末2917億円という状況でございまして、前年に比べますと453億円の減少となっております。主として減少の主たる要因としましては、昨年売却しましたアパート120棟のものに関しまして、ご覧のとおり土地の減少並びに建物および構築物の減少というのがございます。一方負債項目でございますが、負債総額が2104億円ということで、こちらにつきましては前年に比べますと327億円の増加となっております。有利子負債、リース債務、並びに社債の減少が80億円ほどございますし、その他仕入れ債務、前受け金の減少というのもございますが、一方でこの施工不備を受けた特別損失にかかりますが、引当金の残高が500億円強計上してございますので、それに伴い先ほど申し上げました前年に比べて320億円増加した次第になりました。差し引きの純資産でございますが、前会計年度に比べますと780億減少した813億円という数字となってございます。主として親会社に帰属する当期純損失、先ほど申し上げました欠損金688億円の計上がメインでございますが、さらに中間時点での配当金、前期末の配当金でございますが30億の支払い、並びに自己株式の取得による償却の部分、780万株相当の償却をいたしましたので、これの分が47億円というのが主たる内容となっておるものでございます。自己資本比率につきましては先ほど申し上げました通り 27% となっております。おめくりください。キャッシュフローの概要でございますが、営業活動によるキャッシュフローは先ほど申し上げました通り72億円の支出となった次第でございます。こちらにつきましては主たる要因としましては、税金等調整前の当期純いわゆる損失が600億円を超えてございます。648億円という数字でございまして、これに改壁等も含めた施工不備の引当金の500億並びに減価償却等を加算しますが、一方で仕入れ債務の減少、販売用不動産の取得、前受け金の減少により結果72億円のマイナスとなった次第でございます。投資活動によるキャッシュフローにつきましてはプラス73億円となってございますが、これは先ほど申し上げました期中に所有しておりましたアパート120棟を売却したことが100億円の収入になり、そのほか定期預金の預け入れ等の問題がございまして、プラス73億円となった次第でございます。最後の財務活動によるキャッシュフローにつきましては151億円の支出でございますが、いわゆるリース債務、借入金、有利子負債の返済、並びに先ほど申し上げました配当、自己株式の取得、こういったものによりましてマイナス151億円となったものでございます。最後にこの4ページ目の括弧4でございますが、今後の見通し、先ほど定量的なものは申し上げました。改めて申し上げますと、2020年3月期の連結業績の見通しとしましては、売上高が5000とび22億円と、前期に比べますと 0.6% ほどの減少という数字でございます。一方、営業利益に関しましては、前年に比べましてマイナス 70% の22億円、経常利益に関しましては、前年に比べマイナス 81% の13億円の計上、最終純利益につきましては1億円というものを見込んでございます。当社におきましては、2019年3月期に発生しました施工不備によりまして、募集停止というものを行っておりますので、この問題を今期早期に解決をして、
募集再開につなげ、それによりましてですね、入居者の獲得をして、売上高の確保並びに利益の確保に努めてまいりたいというふうに考えているものでございます。そういう面では今期は全力を挙げてですね、全役職員でこの施工不備問題の調査並びに補修に邁進して結果を気づいていきたいと思っております。以上で決算の報告を終えさせていただきます。日経新聞の亀井と申します。お世話になります。宮前社長に、お願いします。まずそのこの取締役になられるということなんですけど、引責辞任、経営責任を取ったっていう理解でよろしいのかをお願いします。先ほど冒頭にお話ししました通り、海壁の施工不備に始まりまして、前頭調査を続ける中で私が社長になって以降のものについても施工不備が見られてきていると、この件とですね、これをもちまして大幅な赤字決算をすることを余儀なくされた、このことにつきまして一定のけじめをつけるということの責任をここで果たすという意味で社長を辞任するということにいたしました。表明の時期なんですけど、5月下旬に経営責任だったりとか原因とかを詳細に分析する報告書が出ると思うんですけど、それを待たずにこの時期に辞任を表明された理由は何でしょうか。それは先ほども申しましたように、前頭調査する中で、ご存知のように、最初の優先調査でやっておるシリーズ以外のものにつきましても52シリーズ全体の調査を進める中で、つい最近の足元の物件につきましても何らかの不備が判明してきているということを深く受け止めております。その結果をもちまして私としましてもこれはけじめがつかないということで、そのことを考えた次第でございます。そうすると5月下旬のその最終報告書だったりとか報酬指名委員会の結果によってはご復帰される可能性もあるということですか。いや、それはございません。それはないっていうないです。あとすみません、最後に、取締役になられたのはなぜですか。その辞任、その取締役から引くっていうこともあったと思うんですけど、残られた理由は何ですか。これは社外役員とも再三再四協議をいたしました結果、取締役としての必要な業務を、やれると やってくれということに対しまして、もちろん代表取締役という責任はここで辞任いたしますけども、引き続き、やれることはですね、依頼されたものについてはやっていくと、そういう形で考えております。朝日新聞の高橋と申します。よろしくお願いいたします。宮間社長にお伺いしたいんですけれども、公認の方としてですね、創業家ではない宮尾さんを選ばれた理由っていうのを教えていただけますでしょうか。創業家っていう問題は別にしましても、今やはり必要なのは、私に代わってですね、新しく会社を引っ張っていく、そういうリーダーシップが取れて優秀な人ということで、社外取締役とも協議しまして、まずはこの一連の建築の不備の問題に関して、入社以来ですね、一線を引いて違う部署で
ずっとやってまいりました。それと会社経営全般に対する経営企画バタをずっと続けておりますので、そういう意味でも会社全体をグループ全体を引っ張っていくにふさわしい人間だということで、社会と協議を重ねた上に適任であると、最適であるという判断をいたしました。関連してもう一点なんですけれども、2月に発表された、調査報告書の中でですね、3月 の、調査委員会の中間報告書の中で、創業者で06年まで社長を務められた、宮間雄介氏の指示で方向性が示されたというような記述があったかと思うんですけども、そうしたことを受けてこう会社のイメージを刷新するために創業系以外の方を選ばれたっていう、そういうような狙いというのはあるのか、お聞かせいただけますでしょうか。その件につきましてはですね、やはり基本的には会社の経営を任せするにあたって、代表取締役社長というのは一番中心になる人でありますし、責務を負うわけですから、誰が基本的にふさわしいかという目で判断しておりますので、そのことは全く意識しておりません。ありがとうございます。すみません、 NHK の内藤と申しますけれども、宮間社長に伺いたいんですけれども、先ほど責任を捉える部分として、その、社長になって以降も相当数の不備があったことの責任をというお話がありましたけれども、ちょっと先ほどの質問にも関連しますけれども、前社長のですね、指示というかですね、ということもこれまでの不備の相当数にはですね、背景にあったというのが先日の中間報告では出てますけれども、そういったこう創業家としての責任というのは今回の退任にあたっては判断材料としてあるんでしょうか。いろいろそういう評価もいただいているとは思いますけども、私自身としては創業家とかそういったことは一切こだわりは持っておりませんし、私が株を大きく持っているとかそういったこともございませんので、それと創業家という話でいくと、創業家の宮間雄介氏も株は全部、当社の株は売却して一切持っておりませんので、そういう意識っていうのは全く私が社長をやってる中ではございません。毎日新聞の川口と申します。業績予想なんですけれども、上期は営業利益、経常利益、当期純利益ともマイナスになるというのは分かるんですけれども、その通期で、当期純利益がギリギリ1億円の黒字を予想されているわけですけれども、これはどうしてこんなに上期と下期で変わってきちゃうんでしょうか。どういう見通しを持たれているのかお聞かせください。まず当社が上期赤字の決算を予想しておりますのは、今時点でも募集を停止している物件が大部分を占めているという状況がまずございます。これを先ほど申し上げました通り、早期に調査補修を完了して募集再開するというのがまず必要でございます。それがいわゆる結果として実ってくるのが下期になりますので、下期からいわゆる入居率が向上し、それによって賃料収入を確保するというのがまず一つでございます。それから当然ながら不動産事業等につきましては、決済の段取りというのが下期型でございますものですから、下期に現在仕掛かっているいろんな不動産事業のものが成果が出るというのが下期であるといったことでございます。補修が終わって
募集を再開する目処というのはいつ頃というふうに考えているんですか。基本的にあの補修、いわゆる補修が完了すれば都度都度行っております。あの数が増えていると思うんですけれども、はい、あの補修の現時点での補修の完了の目処というのはいつなんですか。補修の完了目処でございます。いわゆるあの、募集再開という言い方の方が適切かと存じますが、募集再開の目処としましては、まあ、なるべく速やかにというふうには思っておりますが、あの一方ではあの、国土交通省の方からも、タイミングは言われておりますので、それに合うようにあの全力を挙げていきたいなと思っております。あの下期もあの 10月から3月まであるんですけれども、まあ、じゃあ 10月くらいをめどにという、そういう理解でよろしいんですか。開始としてはそうかと思いますが、一方でその募集再開をするのが即あの賃料収入につながるわけではございません。当然ながら、入居需要の高い時に、入居者の方のご契約ができて、それで、賃料収入というのが出てまいりますので、実際の、まあ、募集再開をして、いわゆる営業活動をし、それに伴って、まあ、下期の第4クォーターにかけて、まあ、入居者の皆様方とのご契約を進めていくというのが考え方でございます。あのこれまでもその件数が増えてですね、不備の件数が増えて引き当て金も増えてますよね、はい、で本当に大丈夫なのかなという素朴な疑問があるんですけれども、本当にこれでもあの下期に、再開できるでしょうか。そうですね、はい、あのそれについてはあのできると思います。朝日新聞の田中と申します。あの決算について今の質問に引き続き教えていただきたいんですけれども、今募集停止しているもの物件が大部分あるということでしたが、大体だいぶどれぐらいの物件になるか、3万9000全調査していて2万ほど調査が終わっているかと思うんですけれど、この2万というのはあの今募集はしてないというものになるんですか。当然ながらの2万棟の、まあ、調査が終えておりますが、当然ながらこの中にはすでにあのお住まいの方もいらっしゃいます。ですから、募集を停止しているというのは逆に言いますと空室の部分ということになるかというのが正確な言い方かと存じます。そうすると空室部分ってどれぐらいの何棟ぐらい何個ぐらいなんですか。まあ、部屋数でございますけれども、だいたい7万室ぐらいでございます。ごめんなさい、7万室は何棟になるんでしょうか。はい、棟数といいますか、当社全体では57万室の、賃貸アパートを管理運営してございまして、その中で、7万室ほどがこの対象シリーズにおける空室というものでございます。対象シリーズにおける空室っていう条件が分からないんですけど、募集を止めている 物件シリーズと、募集を止めている、まあ、あの細かいところはまた後でじゃあ教えてください。はいはい、あと決算 の単身の中の継続企業の前提に関する重要事項っていうのが4ページ目の括弧5にあるんですけど、はい、これはどういう理解をすればいい表現なんですかね。まあ、あの会社としての認識としてあの記載した次第でございます。であの最初のパラグラフの最後にはその継続企業企業の前提に重要な疑義が生じさせる事業が存在するっていうけれども、最後の一行は不確実性は認められないものっていうふうにあるんで、これは否定してるんですか。いわゆるあのそういう事象もあの認識はしておるが、最後のところの以上という以下の文章が結論として当社が判断しているものでございます。疑義は生じるあるけれども、あの不確実性は認められないという判断でございますね。これはあのか多分どういう意味で書いたのかっていうところをもう少し説明してもらえますかね。いわゆるあの前段のところにございます通り、まあ前期であれば、多額の損失あるいは営業キャッシュフローの損失、まあ、マイナスというのが計上したことによって、まあ
事象的には疑義を生じるようなことがございますというのが、まあ、ファクトとしてまず第一弾には書いているかと思います。で、2番目としましてはそれに対する当社の取り組み、こういう取り組みをしていくつもりだというのが2段落目に書いておりまして、また3段目のところでございます、またのところですが、今後についても、まあ、財務バランスを健全な形で保ちつつ事業活動に必要な資金の確保、流動性の維持、これを努めることによって資金計画に基づき想定される事象には需要には耐えられる、対応できるような資金の確保が計画がちゃんとできてますというのが資金面での考え方でございます。従いましていわゆる決算上のその欠損金ですとか営業損キャッシュフローがマイナスになった事実はございますが、こういう備え等もあるので最終的に疑義を生じるような不確実性は認められないという判断に至った次第でございます。わかりました、ありがとうございます。日本経済新聞の太田です。2点お願いします。まず社長に伺います。この問題が昨年春から発覚してから4度にわたって特別損失を出しましてですね、ただ2月の段階でまだ前頭調査を優先するという発言もされている中で、で結果的に企業価値を大きく毀損するような損失を出されましたが、この社長にとってこの認識のこの問題にでの認識の甘さっていうのはなかったのかどうかをまず一点伺いたいのと、その辞める判断が逆に遅すぎるっていうことはなかったんでしょうか。去年の春に、ゴールドネイルシリーズ、あとニューゴールドネイルっていうシリーズで、ネイルシリーズに、この2つのシリーズにおいて、小屋裏海壁にが存在しないというものがありまして、それ以降ですね、いずれにしてもこれをきっかけにして前途調査をしてどういう状態であるかっていうのをはっきりさせようということで、そういう発表いたしまして、実際そう調査を行っておりますが、それ以外に個別瑕疵については正直言って私自身は多少はあるのかなという認識はありましたけど、図面に底があるであるとか、そういう絶対的な間違いのようなものが出てくるということは正直言って想像しておりませんでした。認識が甘いと言われればもう何もお答えできない、その通りだと思います。あとこの発表のタイミングとしましては、私は責任を負ってですねこの問題解決を取り組んでいかなければならないということは、物件の所有のオーナーさんにも散々説明しておりますので、これをやっぱり遂行していくのが私の責務というふうに判断いたしておりましたので、ここまで、今日に至ったわけなんですけど、それが果たしていいのかどうかっていうのは、私の判断としてはとにかくこれを問題解決するっていうのをもう念頭に考えをしておりました。いろんな諸条件の中でやはりここは一回経営を私がまず、社長を降りることによって新しい経営陣でもう一回、やり直していくと、こういうことが今の時期には必要なんじゃないかということを社外取締役と協議してですね、納得ねで私が最終的に決断した結果でございます。以上です。ただ取締役で残るということでですね、逆に悪影響みたいなっていうのはないものなんでしょうか。悪影響ですか。例えばどういうことでしょうか。じゃあ社内に残るっていうことで、創業家の影響力とか含めてですね、他の方がやりづらさっていうのは感じないんでしょうか。いや、それは私のことを創業家とかそういう認識で持ってる人は会社の中にはいないと思いますけども、やっぱり仕事をする上で、我々もその目的に向かって日々やってることの中で先ほども言いましたけど、創業家であるとかないとかってそういう意識で仕事したことは一切ございません。
ただ企業である以上はやっぱり結果を求めるというのは当然必要ですから、そういう中でのまあいい仕事ができている私はブレーンだというふうに考えておりましたけども、私でそのことを言うっていうのは非常に難しいんですけど、私自身がそういうことはないというふうに思っております。あともう一点だけお願いします。まあ、財務面の話なんですが、まあ、今期、まあ、わずかながら黒字転換ということなんですが、この補修工事の追加工事でこれ以上、特別損失とか増える可能性っていうのはないというふうに理解していいのでしょうか。はい、現時点で、そういうものは考えておりません。ただそれも従来も、まあ、そういう発言されている中で昨日新たに大きく出たようなことがあると思うんですけど、その辺の追加損失の懸念というのはいかがでしょうか。まあ、これまでですね、優先調査対象物件といいまして、まあ、昨年の4月5月に、まあ、公表した、改壁の不備の物件をまず中心に調査を進めておりました。でそれ以外の2万4000棟弱のその他シリーズといいますか、その対象シリーズ以外の物件の調査にようやく着手したのが遅ればせながら今年に入ってからでございまして、ご案内の通り3月末時点で全ての42のシリーズに関して 30% の調査判定が終えたところでございます。まあ、この判定が終えたことによってその他シリーズ全てにおいてですね、まあ、合理的な見積もりが可能になったという言い方が適切かというふうに思っております。それまではその他シリーズにつきましては、残念ながらリソースの問題もございまして優先調査にかかりきりで、その他シリーズについて、なかなか調査が進まなかった、判定が進まなかった、その段階での、いわゆる見積もりを行っておりましたので、その見積もりの精緻化が、できたというふうに思っております。ちょっとその関連なんですが、まあ、あと最後に資金繰りについて伺いたいんですが、はい、足元で現預金845億円ぐらいあるんですが、まあ、ただその前期までの中で500億以上キャッシュアウトすると思うんですが、この資金繰りが果たして本当に大丈夫なのか、もし大丈夫って言われる場合は何かしら明確な根拠をお願いします。まあ、例えば当座比率で見るとちょっと若干厳しいのかなとか、そのあると思うんですが、そのあたり説明お願いします。当社のビジネスというのは基本的に賃貸事業がメインでございまして、先ほど言いました売上の80数パーセントが賃貸事業ということで言いますと、いわゆるストック事業として、まあ、毎月毎月ご入居者の皆様方からお家賃を頂戴するというのが収入の大部分でございます。で、当然ながらオーナー様へのお支払い等々もございますけれども、収入のところがいわゆる、契約ができてお金が入るか入らないかということではなくて、毎月毎月ある意味安定的に着実に入るところでございますので、その水循環を上げていくことによって資金繰りの確保というのはできるというふうに思っております。さらに当然ながら資金につきましては、いわゆる今後の投資等につきましても厳正に見ながらですね、キャッシュアウトを抑えるということも当然ながらやってまいりますし、従前から経営計画で申し上げてます通り、保有する資産のお見直し、まあ、具体的に言いますと売却でございますけれども、これを毎年毎年進めてございますが、これについても当然ながらもともとの経営計画でございますので方針に基づいて行ってまいりたいというふうに考えております。ただその1点、入居率が今足元でですね、もうだいぶその1年前に比べてですね、はい、10ポイント以上下がってですね、まあ損益分岐点の 80% 程度に近づいてきてると思うんですが、そのあたりの懸念はいかがでしょうか。ですから入居率を維持する、あるいは上げていくというのが最大の当社の事業として必要なことでございますので、まあ、これに向けてまずは今募集ができていない物件ですね、これの調査補修を終えること、それから営業活動により入居者の方の契約を進めるということ、この2段構えでやってまいりたいと思っています。
読売新聞の岡本と申します。よろしくお願いします。今 の, その入居率が下がっていて、それを、営業活動で契約を進めるということ、だったと思うんですけど、具体的にその入居率の回復を目指していくためにこうどういうことを、されていこうと考えていらっしゃるわけですか。はい、まず当社の入居者様のですね、属性でいきますと企業様が一番多ございます。企業様のシェアは約6割弱という数字でございまして、そういう面でいきますと企業様が新卒も含めた採用を積極化されているといった側面、それから企業様が保有する自社の量というのはどんどん減っておるということから、私どものような賃貸住宅を借り上げをしてですね、社宅として従業員に提供するというのが増えてございますので、まずそこの外的なところを生かしていくというのがまず重要なベースになるかと思っております。また当社におきましては、社員の中で賃貸事業におきまして200数十名の外国籍の従業員をがございます。東南アジア、中国、韓国等に出先のいわゆるセールスオフィスを抱えておりますので、そういった地域でのからの留学生あるいは働きに来られる方といったものに対するリーチもでは他社に比べ一律の長があるものと自負してございますので、今後そういったところについてもより強化をしてまいりたいと思っております。わかりました。ただ、その新卒採用の方をとかを法人契約でということなんですけど、これだけそのいろいろな問題が起きてきて、実際にイメージダウンというのもあると思うんですけど、そこに関してどう打開していこうという、その実際に今言ったことはできると考えていらっしゃいますか。はい、詳細は後ほど必要であればあれでございますけれども、この、前期末でございますが、マイナスに若干なりましたのは学生とか個人の入居者のところでございました。当然ながら法人様につきましても我々が物件を供給できないということもございまして、絶対数は減ってございますけれども、個人のところ学生のところに比べると減少率は低かったかなと。それは先ほど申し上げました新卒の積極的な採用等々が起因しているものというふうに考えているものです。わかりました。ですいません、細かいところなんですが、これ赤字額として最終赤字としては会社としては過去何番目の大きさという形になりますか。2番目じゃないかと思いますね。はい、すいません。あとまた、すいません、それ分かればでいいんで、はい、後でまた教えていただきたいんですが、さっきおっしゃっていたその募集して止めているシリーズで、7万校あるというふうにおっしゃっていたのは、これはその、決算概要の資料の中の6ページのところに募集再開2万2000個って書いてあると思うんですけど、再開したのが2万2000で、はい、7万っていうのは、すいません、この他に止まってるのが7万あるっていうことなんですか。止まってるというか、空室になってるのが7万室あるということですね。空室7万あって、はい、そのうち2万2000が、募集してる、募集再開をして、空室はですね、この件で募集できなくなってしまなったものっていうのは9万4、5000室ぐらいあるんですね。その中で、募集を再開するためのですね、物件に問題がないものをチェックして再開したものと、またはもう調査して補修工事を終えて行政庁と、もうこれでいいという、そういうものでのその9万数千室の中で募集が再開できたものが2万2000ですから、7万室はまだその募集再開できないでいるという状況です。でこれその実際に補修が完了したり、調査が終わったりしないと募集再開ができないっていうことになると思うんですけど、その改修工事が終わるのは
優先シリーズの場合、まあ、国交省の方からは多分優先シリーズに関しては夏までに、でその他シリーズについては10月までにというふうに言われているんですけど、それぞれまだ全然補修の数進んでないと思うんですが、それって実際にそれぞれの目標までにできる目処っていうのは立っているんですか？それに向けて全力を挙げて邁進してまいります。全力を向けるのは分かるんですけど、具体的に言いますと、それをやるためのですね、調査とそれから是正工事の舞台等というのも全て整えてあります。で、今進んでない理由としましては、それぞれのシリーズの是正箇所っていうのを特定して、その是正をどういう方法でやっていくのかということを特定行政庁と一つ一つ打ち合わせをしているんですね。まあ、そこでその特定行政庁の判断というのが各特定行政庁によって判断がまちまちなんで、それを一個ずつ今進めているところなんですよ。ですからそれが完了すれば一気に是正工事が始まりますんで、だ体制としては全て整えてある、そういう意味でございます。だから間に合うということです。そうです。わかりました、ありがとうございます。先ほどのご質問にございました過去の最大の損失でございますが、2010年3月期でございますが、790億円の最終損失を計上しております。はい、それです。毎日新聞の石田と申します。改めて宮本社長に、今回のこの施工不良の問題ですね、これだけの数、そして影響、まあ、莫大なものになっているわけなんですけども、こういった事態を招いた背景、改めて会社の、まあ、体質だったりですね、あと建設業界さまざま、あと自動車も含めデータ不正ありますが、何が原因だったのに改めてお考えでしょうか？ご存知のように、それを外部調査委員会で、まとめているところでございまして、まあ、今月の末に、その調査の結果が出てまいると思いますが、私自身で、考えるにはですね、やはり、いわゆるその順法性というものに対する当時の意識っていうのがやはりかなり欠けていたんではないかなというふうに、僕も実際その部署にいたわけでございませんので、今考えると、振り返ってみると、そういうことではないかなと。当時、商品開発をやはり急いでましたんで、そういう中で、結構な商品が短期間の中で出ていきまして、その中でもその一つのシリーズのバージョンを少しずつ良くしていきながらやってるっていう経緯がありまして、そのスピードにやはり設計部門であるとか、そういう順法性をきちんと担保しなきゃならない資格を持った組織のところは、かなりそのスピードについていけなくて、結果的にこういうふうになってしまったんだろうというふうに私は考えております。その他の施工不備につきましては、年々やはりその施工管理の状態は改善されてはきてると思うんですけども、やはりそこのその施工管理を完全にしなきゃならないという意味でのクオリティを会社としてきちっとそういう意識を持ってですね、やってたかどうかっていう点においては、検査をしてれば結果ついてくると、そういうことじゃなくて、やはりそのもともとのそのものを作るっていう前提に立ってのきちっとしたものを仕上げなきゃならないんだっていう、そういう部分のところがやはり仏作って魂入れずじゃございませんけど、そういうところが欠落してたではないかなというふうに思っております。確かに検査を増やしていけば瑕疵が減っていくんですけども、もともとのものづくりに対する意識が低かったんではないかなというふうに考えております。新たに社長引き継がれる宮本さんをお尋ねしたいんですけれども、特に信頼回復というのは非常に難しい現状だと思うんですけど、社長引き継がれてどういうふうに社長に取り組んでいかれる、経営取り組んでいかれるのか、経営にどういう心境というかですね、お考えで取り組まれるのか改めて教えてください。はい、
やはり各ステークホルダーの皆様方のですね、期待に応え、信頼を勝ち取るということが必要かと存じます。その中で優先順位をつけるわけではございませんが、やはりオーナー様、我々の物件を建てていただいたオーナー様のご信頼というのを失っている状況でございますので、丁寧にご説明をしてですね、補修の段取りを進めて、ご自身の所有物がもう一度といいますか、適正な適法な状況であるということをまず早期に確保してまいりたいというふうに思っております。また当然ながらそれを支えるのは一人一人の社内の従業員でございますので、従業員の意識をですね、なんとか一つにしてこの難局を乗り切ってまいりたいというふうに考えております。特に現時点で、いずれかの何がしかの金融支援を求めたりだとか、同業他社含めて何がしかのスポンサー探しをそういうご意向はありませんか。今特に考えているところはございませんですね。はい。あと入居者確保ということが大前提なんですけど、その上での営業ということで、やはりその対オーナーさん入居者関係において、例えば賃料を少し抑えなくてはいけなくなる事態が発生したり、やはりそのイメージという意味ですね、その辺の対策なり予想何かありますか。これは一律にどうのこうのということではなくてですね、物件物件により、あるいは地域により、いわゆるどういうお客様がこの地域で物件を求めてらっしゃるのか、これは地域ごとにもいろいろ異なると思いますので、それは各地域ごと物件ごとに考えていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。日経新聞の伊沢と申します。何度も申し訳ございません。宮間社長にお伺いしたいんですけれども、今回の問題に関して、過去に知らなかったというふうに、発言をされておりましたけれども、これは問題を本当に把握していなかったということでよろしいんでしょうか。それは間違いございません。ただ知らなかったということではまずいんではないかなと。知ってたか知らなかったかということに関しましては知らなかったという事実なんですけど、やはり社長である、または取締役であるという点におきまして、それを知らなきゃいけないという、全館注意義務といいますか、そういう点ではやはりその組織としての、私として、これはトップの問題だと思いますけど、そこが、ガバナンスが至らなかったのかなというふうに考えています。そういう意味でも今回経営をですね、まずトップ自ら刷新して新体制を作り上げていくと、ということで新しい社長がそれはやってくれるものだというふうに理解しております。ありがとうございます。それから今期の入居率の見通しなんですけれども、平均 85% ということですけれども、これのその上限と下限の見通しというのがあれば教えてください。特に今回上限下限という見通しを作っているわけではございません。例年通り目標値を設定してございます。分かりました。あとすいません、最後もう一点、今回その地方資本比率がかなり悪化していますけれども、ちょっと先ほどの話とも重なるんですけれども、何らかこう資本政策考えてらっしゃることがあれば、言える段階にはないと思うんですけど、現時点で考えていることは特にございません。はい、わかりました。ありがとうございます。テレビ朝日の宇田川です。施工不良の物件、これまで公表されていますけれども、一部で新しく、不良の形として、こう壁にパイプのような穴を開けて、それの穴を本来塞ぐべきものを塞いでないという、の報道があったんですけれども、これについては御社 の行っている調査の中でそういったことが出てきているのかどうか教えてください。
週刊誌の報道を受けて の, ご質問だと思うんですけども、まず写真の物件について、現在当社の方であの物件がどこに存在するものなのかって把握できてございません。でただ当社といたしまして全棟調査現在行ってございます。ああいった貫通部において隙間等があったり、きちんとした処理がされてないものが発見された場合には全て補修の対応として補修してございます。補修の対象としてすでに補修した物件の中でもああいった形のものがあった可能性はあるということですか。あの形とまるっきり同じものかどうかというのは、個別の事象になりますけれども、海域の間を配管の貫通があった場合に、そこの隙間の補修といいますか、不燃剤等の充填が不十分なものがございましたので、そういったものは補修してございます。それと同じような扱いになるということでございます。テレビ東京外野の阿部と申します。宮間社長にお尋ねします。先ほど宮間社長も不備が発覚した当時担当部署にいらっしゃらなかったという話ありましたが、今の経営陣の中にはその当時の担当責任者、建築権を担当責任者の方も経営に、残ってらっしゃいますし、で、宮間さんも取締役に残ると、そういう意味では本当にその経営体制の刷新ということになるのか、そういうふうに受け止められるのか、改めてご意見をお聞かせいただけないでしょうか。先ほども何回もお話してますけども、現状の段階におきましては社外取締役と協議してですね、こういう今発表している通りでございます。ただし、これから先の問題につきましては、宮尾体制の中でどういうふうになっていくかというのは社外取締役、それから社長と、ボードできちっと話し合いの下でやっていくものだと思っておりますので、私は当然それに従ってやっていくと、以上でございます。あともう一つ、すみません、今回施工不備の多くがですね、創業者のその宮間雄介さんが社長時代に起きたものであるという見方できると思うんですが、率直にですね、宮間社長がその創業者の宮間雄介さんに対してどんな評価をされているのか、また今後その調査報告の内容次第では何らかしらその会社としてその何かを求めていくことというのはありうるのか、お聞かせください。創業者の評価についてはですね、コメントは控えさせていただきますけども、先ほどから申し上げている通り、私が社長を引き受けてからそういう創業家という意識で仕事をしたことは一度もございません。それはうちにいる職員だったら多分そういうふうに思ってくれてるというふうに思います。後の質問については新社長の方で、これから考えていくと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ最後に社長時代のことというお話もあったので、その宮本さんが社長時代にですね、オーナーさんと家賃交渉をめぐるトラブル、これもかなり頻発したと思います。減額交渉であったり、その終了プロジェクトという名前のついたその解約交渉であったり、そういったことが一つ大きなトラブルを生んでいるという、現状もあると思います。そこから今回の施工不備が見つかったという意味では接点もあると思いますが、この、一連 のオーナーと その家賃交渉をめぐるトラブルについてはどんな受け止め方をされているのでしょうか。これは私まだ私に対する私がやってた時の質問なんで答えさせていただきますが、建築の今起こっている事象とですね、そこの今おっしゃった家賃の相場家賃のリーマンショック後の下落によるオーナー様との家賃の交渉、お願い事っていうのは全く別物だと思います。ただしそういった
我々に対して家賃の交渉に不満があるという方々の集まりの方々をきっかけとしてそういうふうになったのは事実だと思いますけど、事象としては全く別の話だと私は理解しております。ですから、まあ、本当に家賃のところでお願いした皆様におかれましてはですね、今オーナー会を全国で、年間600回ほど、それから2月7日以降につきましては150回ほど、まあ、昨日も福岡でやってまいりましたが、こと細かくやっぱり当社の今における現状を説明してお叱りも頂戴してますし、またはしっかり頑張ってくれって励ましの言葉も当然いただいております。そういう中で今私がやれるのは、まあ、新社長体制に交代しますが、しっかりやはりオーナーさんを捕虜していって、まず建物の安全性を早く確保するっていうのが課題だと会社として思っておりますので、それについてのサポートは要請があれば今後も続けていきたいというふうに思っております。以上です。ではちょっとその家賃交渉、減額交渉がやりすぎたとかですね、解約交渉は適切ではなかったであるとか、そういった評価はあまりお持ちではないということでしょうか。いや、それは全く思ってないというのはそれは嘘になると思いますんで、まあ、実情やはりああいう経済的な大きなショックがあったわけですから、そういう中でやはり相場家賃の下落によってそれに合わせていただきたいという交渉は会社としてやっておりましたんで、そこでやはり不満に思われている方も当然いらっしゃったかというふうに私は理解しております。やりすぎたかやりすぎてないかという点においてはですね、やはりこれはやはり私どももその状況下における最優一番のそのそうしなきゃならないという判断を会社で下した結果でそうしたわけですから、まあいずれにしましてもオーナー様には物件を提供していただいて我々が運営するっていうそのパートナーシップを組んでおりますんで、まあ、信頼なくして先には進みません。そういう意味で2万8500名のオーナー様がいらっしゃって、そういう方に我々は支えていただいていると思いますんで、今起こっている問題はきちっと解決して、まあ、将来にあたって家賃ももう少し、相場家賃が上がれば当然上げていきますし、まあ、実際今そういうふうにやっております。以上でございます。すみません、朝日新聞の田中といいますが、先ほど宮間社長がですね、その今回の問題の原因についてのところで順法意識が欠けていて開発商品開発当時急いでらしたということにご発言ありましたけれども、宮間さんがですね現場に早く開発をするべきだとか商品早く売れとかですね、商品の開発急げっていうような指示を出してたかどうか、そういうふうな反省があるかどうかっていうのは振り返ってみていかがでしょうか。私がですか。いや、それはやはり、別にこれですね、まあ、建物を請負い販売するっていうことに限らず、やはりそういう全ての販売業においては当然、やはり目標等を持ってやってると思いますので、計画を遂行するというのは当時はそういう意識でやってたと思いますが、それをまあ、私自身そういうことをしたという覚えはございませんが、まあ、そういうことってのは自分で判断するものじゃなくて客観的に判断するものだというふうに思いますので、それをまさに今外部調査委員会で調べているんだと思います。社員の聞き取りもすでにかなり の件数をこなしているおるみたいですし、また当時、いた、まあ、建築に関わった社員等のヒアリングも行われておりますし、当然創業者も やっているということですので、まあ、そういう中で解明されていくんだというふうに思っております。じゃあ今の時点では無理な指示をしていたり急がせるような計画を作ったっていうご認識はないということですか。それはないです、ね、私はございません。はい、それとどういうふうに、私の経歴から行くと
もちろんその建築の部分に販売の方に一時期おりましたけど、主にはもう賃貸の方のところをずっとやってまいりましたんで、まあそういう意味では要するに、受け負う部分の方がどういうやり方でどういうふうにしてたかっていうのは直接当時見てたわけじゃないんですね。細かいところまで正直言って理解できてないというのは事実でございます。すみません、日経ビジネスの奥平です。2点お願いします。まず1点目なんですけども、宮間社長、まあ、一連のですね施工不備への対応で責任を果たすということで、まあ、これまで続投されてきたわけですけども、まあ、今回、まあ、こういった形で退任をされて、まあ、今後取締役として残る中でどういった役割が自身に課せられているという認識、もしくはどういった仕事をこれからしていきたいと考えているのかっていうのは1点と、もう1点ですが、リーマンショック時に行ったような解約の交渉であったりとかですね、減額の交渉っていうのは、まあ、今回は、今後行わないということでいいのかというのを、のこの2点よろしくお願いします。また私に、ですね、もう私に期待されることっていうのはまさに今からになってくるんですけど、事前の打ち合わせの中ではまあ、今ですね、当社がこれから事業を継続するにあたって一番重要になってくる点っていうのは、一つはオーナー様とのパートナーシップをきちっと維持していくと。ですから、まあ、今まさにオーナーさんの信頼を裏切る結果になっておりますので、まあ、それをずっと申し上げている通り、早くそのオーナーさんが納得する状態に持っていって関係づくりを元通りにしていく。それからもう一つは、そのパートナーシップ組んだ物件に入居する皆様、入居者の皆様ですね、これ今6割が法人ということで、先ほど宮尾が説明しましたけど、まさに私が賃貸部門で、やってたのがそれであって、なおかつ社長になってからそれを強化してまいりましたんで、まあ、企業とのつながりっていうのは、そういう中で私もかなり持っておりますので、まあ、そういったところは多分私に要請されるところなんであろうなという思います。ですからオーナー様の対応、それから法人周りのところのこれからの継続利用のところをサポートしていく、そういう役割ではないかなというふうに思います。もう一点、減額解約の方は、はい、減額の件についてはですね、今こういう状況でございますので、やはりこういう最中でオーナーさんも当然心配されています。入居率が下がって、また家賃が、下がるんじゃないか、そういう交渉が来るんじゃないかっていう、お願いが来るんじゃないかっていうのは、当然ながらお腹開いてて当初のうちはございました。で、こういうものというのは当然ながら私どもが引き起こしたことですので、それによっての当然家賃減額なんかお願いする術は全くございません。それをはっきりさせる意味でも2年間、2021年の少なくても3月末までにはそういうお願いは一切しない。基本的にはこの契約っていうのはどう成り立っているかっていうのはですね、周辺相場家賃が著しく変化していく、それをきちっと周辺相場を、データ化して調べ上げた上で、うちだけの物件じゃないですよ、世の中の家賃相場、そういう中で家賃が下がった地域において、家賃が下がったものにの分をお願いするという交渉ですから、ですのでこういう事態が引き起こって入居率が下がったから家賃を下げてくれとか、こういうことは到底ございません。それをはっきりさせるという意味でも、その2021年の3月末までにはそういった行為はお願いはしないということは、もう一つオーナー様には説明を申し上げております。以上でございます。すみません、朝日新聞の高橋です。よろしくお願いします。宮間社長に伺いたいんですけれども、今回のですね、退任を
いつの時点で決意されて、そして公認の宮尾さんにそのことを公認お願いしたいということをいつどのような形でお伝えしたかというのを教えていただけますでしょうか。前頭調査をしている中でやはり私が社長になってからのものについても不備が見受けられるという状態がはっきりしてまいりましたので、それで、私もそこの部分については、ほとんどないとは言いませんけども、あってもいく正直言いましていくつかあるんだろうなと、人がやることですからあってはならないんですけど、そういうふうに考えておりましたけど、やっぱり一定の範囲内で出てきているということに対しましては責任を重く感じました。それとを踏まえてゴールデンウィーク前にですね、社外取締役と、そういったことについて、これからの体制どうするかという点で率直な意見を意見交換差し上げまして、最終的にはゴールデンウィーク明けにですね、もう一回話をしまして決断したという次第でございます。以上です。もう一点お聞きした、どういう形で後任任せることを宮尾さんにお伝えしたかっていうのも合わせて教えていただけますでしょうか。はい、これも最初に申し上げました通り、社外取締役と私が退任するのであればということで、ゴールデンウィーク前に、当然ながらただ退任ということだけじゃ済まされませんので、あとは社外に考えてくれということでもございませんので、いろいろと相談させていただいてご意見を交換しながらですね、宮尾が一番適任であろうではなかろうかということで、ゴールデンウィーク 前はそういう流れで来ています。で、明けていよいよそれをもう一回きちっとゴールデンウィーク明けに、話し合いましょうという中で、宮尾に決めたということでございます。当然社外の意見も頂戴しながら、社外も宮尾さんでいいんじゃないか、適任であるという判断をいただきましたので、それで決定させていただきました。はい、最後も言ってください。宮尾さんにお伺いしたいんですけども、ある種この厳しい環境の中でですね、こうした社長を引き受けるというふうに決断された、気構えといいますか、お気持ちというのはどういうところあるのかというのを教えていただけますでしょうか。はい、そういう意味では私どもが提供しておりますのが、ワンルームのアパートではございますが、生活のある意味必需品インフラのものでございますので、そういう世の中の社会基盤を担っているという、自負を持っております。その自負がまだ 100% 今できない状況というのは忸怩たる思いがございますが、これは私個人というわけではなくて、従業員携わっている従業員が皆同じ感情を持っていると信じております。ですから本件につきましては私個人だけではなくてですね、従業員のみんなと意識ベクトルを合わせてですね、この難局を乗り切って、もう一度レオパルスというのを物件を入居者の方々にご利用いただくような形を早急に仕上げてまいりたいというふうに思っているものです。ありがとうございます。最後に、改めまして、当社と お取引をしていただいている、オーナー様をはじめ、入居者の皆様、それから、当然ながら、株主の皆様に、多大なご心配をおかけする結果となりました。ただですね、今後引き続き宮尾体制の中で、物件の調査と、それから補修工事を行って、これを全社で一丸となって全力を挙げて早期に解決したいと思っておりますので、一つですね、
今回の件は本当に申し訳ないという思いとともに早く実現させて いきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうございます。